皆さんこんにちは、チャレンジャー西山です。本日は愛媛県松山市伊予鉄道松山市駅前広場伊予鉄高島屋前にいます。変わったところはほとんどないですけども、一応の撮影します。で、変わったところって言えば東口かな、東口がちょっと変わってます。ちょっとだけ変わってます。で、街灯もできます。とりあえず見てみてください。ではどうぞ。Thank you.
穴ぼこがありますけども、ね、変わったんかなこれ。なんか跡があるか。じゃあこれ簡単速攻を埋設するんでしょうね。この辺りね。もうこうなってたんかって。本日の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらグッドボタン、
チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回会いましょう。ではさよなら。